ただいてますから、うまく打ってレフト前、ワンボールツーストライクから。どうですかキャプテンのバッティング。1打席目どういうバッティングするのかなと思って見てたんですけど、はい、まあ、しつこくあの石川らしいバッティングでね、反対方向にこう緩い球をこうつけましたけど、はい、まあ、僕この解説させていただくんですけど、先発よりも中継ぎなのかな、どこを整備すればいいのかなっていうのでね、分かってると思う。高いバウンド、これはさすがに梶谷の足が行きました。もうこれは致し方ありません。まあ、今のはもう完全にヒットですよね。そうですよね、うん、まあ、根本もどうすることもできますね。このまま高城で終わっても1番からと取るか、もうベンチの考え方なので。ライト前に持っていきました。うまくをつけました高城。これで2アウトランナー2塁1塁。これはまたうまく打ったんじゃないですか。そうですね、うまく打ちましたね。期待してないわけじゃないんですけど、いいコースですからね、まっすぐで、まあ、さっきの状況でセカンドに行ってると、まず攻め方も変わってきたんですけどね、まあ、こうやってこうピンチを作りますけど、5回の表ベイスターズの攻撃が8番センター荒波。 QBC マリンフィールドセパ交流戦、ロッテ対 DeNA の3回戦です。陽気なモーガン、いやいや、こうやってラミちゃんと2人盛り上げるところがそうですね、まあ、日本人もね一緒に乗っかってね、はい、ワイワイやるとね、いいんですけど、なかなかね、そうですね、違いますからね、足元センター前、荒波が出ました。ノーアウトランナー一塁。清水さんが、はい、お前さんの間にこの回荒波が出ると DeNA はチャンスだよという話をされていましたが、そうですね、ちょっと打線を、まあ、二回りしか見てないですけど、やはりここで確実に決めないとそのチャンスを潰しますよね。さあどうか、今度はバントをうまく決めました高城。ワンアウトランナー二塁。さあお膳立てはできて、石川モーガンです。左バッター、まあ、この2人ですよね。1打席目の武尊のヒット、まあ、2打席目、サードゴロで粘ったんですけども、サードゴロでっていうので、まあ、バッティング内容悪くないんで、はい、フォークボールか何かで仕留めに行くしかないと思いますけどね。あ、フォークを落としてきましたが、見た石川、まあ、どうしてもあの右、あの左バッターに対して内側のカットボール、スライダーが決まってこない、まあ、少し外野陣が下がりました。あ、センターに打ち返した。さあ二塁ランナー三塁を回ってくる。悠々ゴームイン、1点先制、5回の表 DeNA。 モーガンセンター前ヒット、うん、コンパクトに行きましたね。まあ、1打席目 そのファウルもありつつ、状況を見て、まあ、タイミング合ってなくはなかったんでね、1番2番というところでチャンスだと思ったんですけども、まあ、まあ、それにしてもちょっと今日は西野は、ね、苦しいピッチングが、ね、続いてますね。そんなところがあるんでここまで苦しいですよね今日は。1球見て、しかしボールです。あ、先頭バッター荒波をまた出しました。今度はフォアボールです。次の1点というのはね、どっちに入るかで違いますからね。あ、送りに行きました。送りましたね、これで。さあ次の1点という、そうですね、横浜サイドもこの1番2番で今日 点は取れるというふうにね踏んでますから、はい、そこまで行くのに時間かかりますけど、まあ、一つ一つの積み重ねなんでね、初球打って一二塁間、あっとグラブに触って、これでランナーは三塁ストップです。記録は内野安打。これに関しては石川が初球から行きましたよね、対戦多くないピッチャーですけど、初球変わりっぱな、思い切って、スイングしましたよね。もう、まあ、セカンドに入っていくのはショートなんで、どっちかって言ったら三遊間の方が空いてますからね。そうですね、まあ、
バッタータイプありますからね。一塁間取って一塁に送ってランナー入った。2点目、大きな大きな2点目取りましたベイスターズ。内野ゴロ、セカンドゴロで、これでモーガン今日2打点。うん、そうですね、まあ、本当に今根本はいっぱいいっぱいのプレーでね、まあ、抜けてればとこですけど、まあ、ここはね1点仕方ないっていう、というふうに、もう打球がね、打球がもう1点仕方ないという打球でしたね、もうね。さあ、左バッター2人対戦した後に伊藤監督出ます。続いて田村、ブランコ、中村、追加点が許したくない。あー、フルスイングライト、右中間、完璧に破った。また1点追加。あー、初球狙っていきました。田村、そうですね、注意してほしいんですけど、先ほど、まあ、変わりっぱなーって言いましたけど、やはりこういったムードになって、先ほど石川もね、変わりっぱなっていうところで注意してほしいんですけどね。まあ、いろんなあやありますからね、はい。まあ、一振りでね、3番仕事しましたね、決めましたね、はあ、右中間に持っていきました。新しい当たりですね、前どこ来たら狙ってるぞっていう感じはしますけどね。うん、引っ張ってホームランにはなりませんが、レフト線ツーベースコースですが、一塁にストップしました。よかったですね、やはりそこに抜けてきたら、まあ、配球的にはね、どうしても外側が多いっていうのはもうノリさんも分かってるんですけど、やはり投げミスってありますから、はい、ここで来たかって感じですけど、ちょっとタイミングっていうか、右手の利きが悪かったんですよね、多分ね、捉えたと思ったんですけどね。まあ、ノリさんとも野球の話をね、たくさんしましたよ。あ、そうですか。はい、ベンチ裏でもそうですし、遠征先でもそうですし、まあ、ご飯食べてれば野球の話しかしない人ですよ、ね、それほど野球が好きなんですね。まあ、野球に関してはね、いろんなもの思いがあって、いろんなことをこう話してくれますね。